こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は米商業不動産の苦境、最高格付けでも CMBS に損失、金融危機後で初ということで、1つ目、 AAA 格付け商業用不動産担保証券 CMBS 初の損失、2つ目、オフィス需要低迷が招いた苦境、3つ目、ブラックストーンのコメントと今後の見通し、4つ目結論ということで、4つのテーマでお話をしていきます。今日はこの米国商業不動産市場の苦境とそれに伴う CMBS の損失について解説します。金融危機後初の AAA 格付け債券の損失が発生し、今後の市場にどのような影響があるのかを見ていきましょう。1つ目、 AAA 格付け商業用不動産担保証券 CMBS 初の損失。この CMBS が商業用不動産担保証券のことです。ニューヨーク市マンハッタンのオフィスビル1740ブロードウェイの CMBS が損失、この不動産担保証券が損失を発生したということです。投資額の 75% 未満しか回収できず、金融危機後初の損失。まあ、この1740ブロードウェイっていうのは築40年でなんと 36,363 坪の大きさがある不動産でした。金融危機後初の損失ということで、損失は最上位債権者にまで及ぶと。 AAA 格付けの CMBS が損失を出し、下位の債権者は全額を失うということで、 AAA ですら損失を出したという結構大きな問題だというふうに思っています。この事例は米商業不動産市場の厳しい現状を浮き彫りにしていると。$3,800,000、約483億5,900万円相当の債券、ローンが大幅ディスカウントで売却されたことを受けて、 AAA 格付け部分の買い手も損失していると。投資会社ブラックストーンが2014年に$6,500,000でこれ取得したものです。同社は資金を手当てするため$3,800,000のモーゲージを組んだと。モーゲージ債券は CMBS に証券化され、トラベラーズやエンデュランスアメリカンインシュランスなどが購入したと。2つ目、オフィス需要低迷が招いた苦境ということで、これ物件はですね、下着ブランドの結構有名なビクトリアズシークレットなどの元親会社エルブランズが賃貸スペースのなんと 77% を占めていたということですね。まあ一つのオーナーが 77% も占めていたので、この同社はですね、エルブランズが2021年にこのビルから退去する意向を示したと。一番家賃を払っている 75% のテナントさんがもう出ていくということを言ってしまったと。でブラックストーンは多額の資金を投じて物件を改装したが、オフィス需要の低迷で新たなテナントの確保が難航と。まあこれ2021年なんでちょうどコロナの頃だと思うんですけど、改装したにもかかわらずそのような大きなスペースを埋めるテナントがいなかったと。賃料を支払うテナントの負債でブラックストーンは2022年に物件から手を引き、モーゲージの返済を履行しなかったと。単一テナント依存の古いオフィスビルが、まあ、これ脆弱だと。オフィスの復帰進まず賃料収入減少と。ブラックストーンは多額投資もテナント確保が難航して、今回損失の原因の一つはこの単一テナント依存のリスクであり、主要テナントの撤退とオフィス需要の低迷により物件の管理者ブラックストーンはモーゲージの返済を放棄したと。モーゲージっていうのはさっきから出てきたと思うんですけど、モーゲージとは不動産を担保にしたローンのことですね。これにより大幅なディスカウントでの売却が行われ、損失が発生したという内容です。まあ、結構大きなことです。まあ、ブラックストーンって非常に有名な、要は支配者層のファンドというか、そういう金融系の大きな会社なんですが、この米国の商業用不動産でなんと大きな損失を出し、 AAA の債権の人たちですら損失を出したという非常に大きな出来事です。多分今米国の債権って AAA もなかったと思うんですけど、その AAA の債権ですら損失が出るので、 AAA じゃない債権とか買って大丈夫なのかなっていうのがちょっと今思ってること
ということです。3つ目、ブラックストーンのコメントと今後の見通しということで、ブラックストーンはこの3年前にですね、減損処理済み、もうこの損失を上げていると12億ドルだったそうです。ポートフォリオにおける米国オフィスの割合は 2% 未満で、これポートフォリオの 2% 未満っていうのは結構大きいかなって思うんですけど、ここさらっとだけ書いてありました。要はブラックストーン全体の中で 2% がこの商業用不動産という意味だと思うんですが、まあ、かなり大きなウェイトだと思うんですけど、さらっとだけ書いてある。で、今後もオフィス関連債権への打撃は避けられないっていうのがこのブラックストーンのコメントで出ていると。不良債権を扱うスペシャルサービスとブラックストーンは最近になって同物件をイエローンストーンリアルエステートに約1億8600万ドルで売却することで合意したと。これちょっと計算が正しいかどうかわからないんですが、6億500万ドルで買ったのに1億8600万ドルで売却したっていう意味だと思います。内情を知る関係者が明らかにしたと。この取引により CMBS は返済されたということで、まあこれ売ることによって最終的に返済はされたんですけど、損失抱えていて AAA の人も損、それ以下の人は全損ってことなんで、大負けした債権だという感じです。結論ですね、米商業不動産市場は現在重大な危機に直面していると。 AAA 格付けの CMBS でも損失が発生したことで、今後の市場の動向に注視する必要があると。こうした損失は商業用不動産市場が最悪期に突入し始めている兆候かもしれないと。で、今2024年第1四半期でこの米商業不動産の空室率ですね、空き部屋がなんと 18.6% にも上がっており、過去最高っていうふうに言われています。まあこれ新型コロナでオフィスの需要が減ったっていうことと、当然ながら金利が高いとかインフレが高いとかで家賃が上がるとかでどんどんオフィス需要が減ってる状況なので、ちょっと前ですね、コロナ前2019年ぐらいから考えると、この5、6年で米国の不動産市況っていうのはもう本当に変わったのかなというふうに思います。で、すごくこれさらっとしたニュースだと思うんですけど、おそらく今後これがどんどん出てくると米国の商業不動産バブル崩壊っていうことで、みんな大赤字になり、この赤字を埋めるために株を売ったりしなきゃいけないとか、さまざまな資産を売るので、一気に市場が冷え込む可能性があるという感じです。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。コメント欄にはご質問とか感想いただけるとありがたいです。動画の最後に QR コードついてるんですが、私の LINE に登録することができます。水曜と日曜日に個別相談っていうのをやってて、どんなコインを買うと儲かるか、どれが売りやすいかとかですね、個人個人で30分間水曜と日曜日喋ってますので、お金増やしたい人、守りたい人はぜひ申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。